Well now, have you been wicked, your highness? この Irene Adler も登場する最初の一言、何喋らせるか、何を語らせるかっていうことが物語の腕の見せ所だと思うんですけども、ただならぬ人間なんだっていうのはもうこのセリフ一言でわかるっていうことです。Have you been wicked? 悪い子だったのとか、おいたをしたんですかっていうような感じなんですけども、まるでこれって子供に話しかけるような言い方なわけですね。Have you been wicked? その話しぶりで、その後ろにつながるのが、Your Highness という言い方。これでとんでもない人間だっていうのが、この一言だけでわかると。Your Highness とは、抜かれることも結構多いんですけど、ここには絶対に、Royal が入ります。Your Royal Highness。まあ当然、Your Royal Highness っていうふうに言うこともかなり多いです。ということは、絶対に、Your Highness というふうに呼ばれうる相手っていうのは、王家。つまり、英国王室の、王家の人間だということ。で、ちなみに、辞書引きますと、この Royal Highness で王家の人なんだけど、Especially Prince or Princess。っていうことがしっかり書いてあります。しかも、その下ですね。Inside the bedroom, a pair of naked legs can be seen lying on a bed とかっていう、ここで映し出されるのを見る限りは、明らかに女性だっていうことなので、まあ、ここら辺の可能性が高いよと。なので、子供に話しかけるような、Have you been wicked? と言っておきながら、その相手っていうのは、王家の人間である。しかもかなり、高位の人間であるということで、ただならぬ雰囲気っていうのが出て、その登場シーンだと。